今日はですね、パッチワークで家族みんなで遊べるものを作りたいと思います。うちは今ボードゲームにハマっていて、まあ、前から持っているものもあるんですけれども、最近いくつか買い足したんですよ。で、今回ね、私その中でも、あ、これはわざわざ買わなくてもパッチワークで作れるかもと思ったものがあるので、今日はそれを作っていきたいと思います。ということで、よかったらぜひ最後までご覧ください。今回ね、私が使おうと思っている布はこちらの2色の端切れがメインになります。だいたい32から36の糸巻きのモチーフが必要になるんですよ。で、まだね、正直言うとやったことがないので、大きさとか形とかがちょっと糸巻きっぽくならない可能性があって、でこちらのね、ガイスターというボードゲームなんですけれども、こんな柄にしたいんですよね。でこれを糸巻きスプールっていうね、モチーフを使って再現したいなと思っていて、ガイスターのお化けの部分はフェルトで作ろうと今のところは思ってるんですよね。ちょっとプランは変わるかもしれないんですけれども、土台になるボードのところをこの2色の布でやっていきたいと思っていて、中心はこの色にして、で端っこのこの四隅をね、これでやっていこうと思ってるんですけれども、もしかしたら本当に糸巻きっぽくは見えないかもしれないんですけれども、最終形はガイスターの土台になるようにね、やっていきたいと思います。まずはね、こっち5センチ、こっち10、こっちを 5.5 センチかな、でこっちを10センチくらいでカットしていこうと思います。でこっちが中心に来る5センチの方ですね。私はね、過去に2回パッチワークの動画を出してるんですけれども、パッチワークは本当に初心者なんですよ。ハワイアンキルトの方はね、ホームページもご覧いただければと思うんですけれども、結構長い間縫ってるんですけれども、パッチワークの方は初心者 で今回ね、パッチワークでのこのスプールっていうのはちょっと初めてなので、ちょっと自分でもどんな風にできるのか、本当にうまくできるのかっていうのもちょっとわからないんですけれども、とりあえずね、縫いながら途中変になったらプランはいつでも変更しながら、とりあえずやっていきたいと思います。これでだいたい36枚くらいみたいです。ちょっとね、予備も合わせてたくさん作っておきましたけれども、これが中心にきます。こっちの方が、多分ね、余裕を持ってカットしていこうと思うんですけれども、10センチ ×10 センチにしておこうかな。ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、ここに四角が あって、でこのスプールっていうのは三角の生地を用意しなきゃいけないみたいなんですよね。だからこれを、この対角線上にね、スパッと三角にカットしていきたいと思います。はい、こんな感じで三角を用意したんですけれども、ちょっと私の勘違いで、ここからまたさらにこうして4等分にしなきゃいけないんですよ。なのでまたね、ちょっとさっきまとめてカットできたところもこんな感じでバラしちゃったので、またね、これをカットしていきたいと思います。もう一回ね、対角線上にカットして、こんな感じで小さい端切れができました。今回は最初に説明したようにスプール糸巻きっていうね、モチーフなんですけれども、対角線上に同じ生地を持ってきて、でそして真ん中にね、こんな感じで四角のね、生地が入るようになります。でもちろんね、ここは縫い代の部分が中に入るので、この四角はかなり小さくなるんですよ。で外側もここはもう縫い代をこんな感じで入れちゃうのでね、今はね10センチの四角になってるんですけれども、最終的には希望としては6センチ以下にしたいんですよね。なので
ここが出るのがほんのちょっとになる予定なんですよね。なんですけれども、その6センチくらいの生地をつなげて、でそしてあのボードゲームにねやっていきたいと思います。けども今回この真ん中の布を外表にこうやって折って、半分に折って、でこれをねここの表面のところにこんな風にして置きます。でこの置いたところにこんな風にかぶせます。で今こんな風にねサンドイッチ状にしてるんですけれども、ここの角っこ90度のところのねここの辺の 1.5 センチ部分からこっち側に縫っていきます。でこれを開くと今こんな感じで、こんな感じになってるんですけれども、今度はこっち側を同じように縫っていきます。今度はこっちじゃない生地を下に持ってきて、で今度はこっちじゃないこっちの生地をこっちに持ってきて挟みます。でさっきと同じように 1.5 センチのところから下まで縫っていきます。はい、で今こんな感じになりました。でこれを今度はこうするですよね。こうしてここから 1.5 センチ部分をこっちに縫っていって、で反対側のこっち側も 1.5 センチからこっちをこうやって縫っていきます。はい、じゃあね角から 1.5 センチのところから端っこまで4辺縫ってみました。でこれを開くとどうなるか、じゃーん、かわいい、こんな感じのモチーフになります。であの後ろのところはね、ここの縫い始めのところをね切らないようにして、でここを切っちゃいます。でこれを開くと後ろはこんな感じ、前はこんな感じで、できます。でこれをねあのたくさん作ってあの繋いでいきたいと思います。ということでね、今回は手縫いじゃなくてミシンでこんな感じでやっていきたいと思います。じゃあこんな感じでね全部できました。あの32から36であのどれくらい作ろうかなと思ってたんですけれども、あのボードゲームを見ると手前4列の端っこはあの違う色でできてるんですよね、まあ、一応ゴールが近いということで、ここは違う色で作ってあったんですよ。だからあれに似せたいので、ここはねまたちょっと違う色を入れたいと思います。それを除くとボードゲームの必要な部分はできたので、これをねアイロンかけて、で次のねあの作業に入りたいと思います。まずはあのこの端っこをもう一つ作ろうかな、違う色でね。でそれが終わったらまたあのこれをねつなげていきたいと思います。今回ね仕掛けを考えていて、これでやると分かりやすいかな、ここにね穴が開いてるんですよ。ここの中がねちょっと空洞になってるんですけれども、この中にちょっと仕掛けを入れてね、いい感じの作りにしようかなと思っています。ということで、また続きをやっていきます。このスプールのアイロンのかけ方なんですけど、おそらくこっちが正解だと思うんですよ。こういう風にアイロンかけるのが、なんでかっていうと、こっちを見た時にここが糸巻きみたいに強調されるじゃないですか。こっちが下、こっちが下、こっちが上、こっちが上っていうのがこのアイロンのかけ方だとはっきりわかるので、糸巻きっぽく見えますよね。だけど私は今回こんな風にね、あの後ろを風車的な感じでアイロンをかけることにしました。なんでかっていうと、あの私はあのボードゲームを作ってて、たまたまこの柄が気に入ったのでこれを採用してるんですよね。であの糸巻きの柄を強調したいわけではないし、それにあのこのやり方の方が後でキルティングするときに
やっぱりねこんな風にしてくっつけるんですよね。でくっつける時にどこかに生地が集中しちゃうとちょっと私的にはキルティングしづらいので、キルティングしやすいように私は今回こんな風にね風車的な感じでアイロンをかけたいと思います。それではアイロンかかりました。でこれはねここ全部をね縫い代1センチで使うわけじゃなくて、ここからまたトリミングして、そうですね、こんな感じにこれくらいのね幅にしたいんですよね、縁のところは。なのでちょっとね縁をトリミングしながら大きさを考えながらカットしていきたいと思います。6ピースが完成しました。これをねボードゲームのトップにしていきたいと思います。でこれ中心を結構正確に取りたいんですよね。何回も言うんですけどこれはボードゲームになっていくの でそしてねここがこのボードゲーム のコマを置く場所になるんですよね、この薄いブルーのところが。なのでここの中心は結構ちゃんと取っておきたいので、今ね中心をこの線とここの線の間にやってるんですよね。だからこうすると結構ここからちゃんと中心が取りやすくて、で少しこの部分を見せたいけどでもそんなに大きいピースにはしたくないので、ちょっと何を言ってるか今わかんないかもしれないけど、とりあえず私の中で 1,2,3,4,5,6 線近くにカットしていきたいと思います。もしかしたら後でちょっと変えるかもしれないけど、とりあえず6センチ角にしようかな。どうしようかな。やっぱりここはあんまり大きいボードにしたくないので中心から 2.5 センチでカットしていって、でそしてそこからの7ミリを縫い代にして、実際にこの青が見えるのは5ミリくらいになっちゃうかもしれないけど、それでやってみたいと思います。ダメだと思ったらもう一回何個か作り直そう。はい、いきます。大丈夫かな、めっちゃちっちゃいですよね。ちょっとこれで何個か作ってピースをつなげてみます。でそれであやっぱりもうちょっと大きい方がいいなと思ったらもう何個か作り直して、もうちょっと大きいサイズで作り直します。早速なんですけどプラン変更することにしました。というのがこれをねつないでみたらなんかね私のイメージとは全然違う感じになっちゃうことが分かったんですよ。で私のイメージ通りにするためにはここにねボーダーを入れた方がいいということになったので、ここにね水色のボーダーを入れて囲うことにしました。でこんな感じでどんどんつなげていきたいと思います。
ではこんな感じでキルトトップが完成しました。もういよいよって感じ。今回はミシンだったので結構サクッとできたんですけれども、それでもね形になってくるとめっちゃ嬉しいです。ということでね、今こんな感じで後ろはこんな感じになってます。このね感じも、後ろの感じも結構私的には好きな感じなんですけれども、こっちはこっちでね綺麗ですよね。本当なんかこれでなんかまたちょっと違うものを作りたいなって思うくらい、今回この模様がねめっちゃ気に入りました。でこれに関してはボードゲームにしていくので、またちょっとこれからねある仕掛けを入れたいと思います。この仕掛けについて少し説明をしておきたいと思います。今回100均でスチールの板とマグネットを買ってきました。私のイメージではキルトトップにメタルを入れて、コマにはマグネットをつければ布のようなデコポコしたボードの上でもコマはちゃんと直立できると考えていたわけなんです。そしてそのコマにつけるマグネットはフェルトで作ったお人形の内部に入れるつもりだったんですけど、先に結論を言ってしまうと100均で買った強力マグネットというのがかなり弱力で、フェルト越しには全く威力を発揮してくれないことが分かったので、マグネットはコマの下に接着剤で直付けすることになりました。ところがこのマグネットが直につけてもかなり磁力が弱かったので、ちょっとでも当たると簡単に倒れてしまうことになるんですけれども、まあそれでもないよりはマシで、マグネットの方はいずれ付け替えることができるとは思うし、最初からボードの方にメタルが仕込まれていないと当然マグネットの方は機能しませんので、この糸巻きのモチーフにメタルを仕込むというアイデアは我ながらなかなかいい考えだなと思いました。ということで糸巻きのモチーフ36個すべてにメタルを埋め込んだら、今度はキルト芯と裏布をセットしてキルティングに入る準備をしたいと思います。はい、それではねこんな感じでしつけをかけ終わったので、今からキルティングに入りたいと思います。これまでのね2作品はキルティングに関しては手縫いでやってきたんですけれども、今回はミシンでやっていきたいと思います。終了です。今回はこんな感じでね、こう外側とあと内側に落としキルトみたいな感じにしてね、こんな簡単なキルティングでやっていきたいと思います。やっと終わった。なんか崩れてるところもいっぱいあるけど、まあいいや。表はね目立たないんだけど、裏はあんまり綺麗じゃないよ。なんか糸がさいっぱいあっちこっちにもずれてね、ここ隠さないとちょっとママ的には恥ずかしいかも。だからここはなんかまた内袋の布でもつけて隠しちゃおうかな。ミシンはミシンで難しい、なんていうか、こんなに糸が飛び出すと思わなかった、まあ、まあそうだね。まあそれを理解しないでこんな可愛い布使っちゃいましたからね、ママはね。ママはこれ大事だって言ってたんだけど、そう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 、もうほとんどなくなっちゃったからいいのいいの。じゃあ2個だ、あまりもらっていい？うん、ダメダメダメ、これのまたなんか裏布にするかもしれないし、で今考えてるのはね、これの裏布をさ、どうせだったら2個だ、女の子らしい、もうこんなお花にしてもいいかも、いいんじゃない、ね、これで内袋にして、でほら内袋って、あ内袋っていうかね、外布、うん、外の、外のね、こうやって
あの仕立てようか、うん、こっち側を外にしようか、こっち側を外にしようか、ママはまだ決めてないんだけど、多分ママの考えではどうかな、こっちを外にしようかなと思うんだけど、でもね、やってみないと分かんない。あの本当に何だろう、 こっちを外にすることでダワンダワンしちゃうかもしれないし、なんかこう頭の中で、あのまあとりあえず、ね、どうやったら綺麗になるかなって、最後はね、せめて最後はこういうあらを隠して綺麗に仕上げたいから、うん、だからもっと違うのに使えたかもね。そう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 、あのポシェットとか。そうだね、もうどうせもう隠しちゃうからと思っても、最後ね、ここ糸の始末もしなかったんだけど、こんな感じでね、表は出来上がったので、今からこのしつけ糸を取って、でそして切っちゃうの？うん、切っちゃう。これはね、いらないからね、これは取っちゃって、でそして今からね、あの最終的に、うん、あの持ち運びしやすいような形にね、作っていきます。でどうしよう、あーどうしよう。今ね、私がねやりたいのがこういう形にしたいんですよね。こんな風にファスナーをつけて、あのそして広げられもするし、こうファスナーでね、こうしてほらこうやってできるしって、これなんでこれファスナーできるかっていうと、ここが丸いからなんですよ。でもカクカクって鋭角にできるかな、そうするとすっごく難しくなると思うんですね、ファスナーつけるのが。カクカクっていうところにファスナーつけたことないからわかんないんですけど、多分ここは丸くしとかないと難しいと思うんですよね。だからもうちょっと今から考えたらすごいいろいろ後悔が出てきてるんですけれども、もうちょっとこのね、外側の縁を大きくしとけばよかったんですよね。それを私がすっごく薄くしちゃったから、今すっごい後悔です。でしかもね、ここ今あのサイズ測ってカットしたつもりなんだけど、ここはすっごい細いし、こっちはちょっと厚めになってるし、あー失敗した、失敗したと思うところがたくさんありすぎて、なんか今回はまた勉強になりました。あ、でも一番の後悔は本当に外側をもうちょっと厚くしとけばよかったっていう、あーなんでもっと厚くしなかったんだろう、本当に後悔。でもそれをなんかこうカバーすることももうできないので、もうこのままパイピングしていくしかないんだけど、あーって感じだな、これすっごいあーって感じだな、なんかすっごい違和感ですよ、ここにパイピングつけると。とにかく今回は自分でももうすでに効果がいっぱいあるんだけど、もうこのままやるしかないので仕上げていきます。さてどうなりますことやら。はい、それではあれからなんですけれども、結構迷ってね、裏布をどうしようかと思ってもこんな感じにね貼り付けてみたりしたんですけれども、ちょっとやっぱり私的にはこれはね、なんとなくこの表側に合わないなと思ったので、ちょっとね裏布を変えることにしました。もちろんこの布はね、また別のね、ポーチとかの内袋にしたいと思います。で今回選んだのがね、こちらの生地です。これ湯沢屋さんで買ってきました。でもうちょっと薄手の生地が良かったんですけれども、今回気に入った柄がこれで、でニコタンもこれが気に入ってこれがいいっていうことだったんだけど、ちょっとね、普段使ってる生地よりもちょっと厚手のオックス生地っていう生地なんですよ。でカバンとかのね、内袋用にするにはいいと思うんだけど、ちょっとなんていうの、これのどうだろう、これの後ろにやってね、ちょっと縫いやすいか縫いにくいかわからなくって、ただこの柄が気に入ったのでね、買ってきました。ということでね、これを裏布でやっていきたいと思います。ということで、裏布をカットしてバイアスのパイピングテープで周りを一周ぐるりと囲みたいと思います。今回のこのガイスターというボードゲームは、ルールはとても簡単なのにもかかわらず、大人も結構真剣に勝ちたいという意欲を駆り立てられるような、とても面白いゲームなんですよね。
なのできっとお友達の家に持って行っても1対1のトーナメント制にしたらめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなと思ったので、簡単に駒ごと持ち運びできるように持ち手とファスナーをつけたいと思います。パイピングが終わったところでファスナーをつける位置を決めて星縫いでザクザク縫い付けていくんですけれども、このファスナーをつけることで私が気になっていた不細工なパイピングが隠れることが判明したので一石二鳥、めちゃくちゃ可愛くなりそうな予感でがぜんやる気が出てきました。それではこの勢いに乗ってフェルトのお化けたちも仕上げていきたいと思います。ガイスターはドイツ語で幽霊という意味なんだそうですけれども、実物のガイスターのコマは全体にのっぺりとした作りになっています。ただそれではちょっとニコタンにとっては面白みがないと思うので、うちのガイスターたちはニコタンが喜ぶ見た目にしてやりたいと思います。そして完成したガイスターの足元にはマグネットを接着剤でつけて多少の揺れには耐えられるようにします。さてさて最終的な仕上がりはどうなるでしょうか。ここまで来たらぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは完成品の説明をしたいと思います。先ほどもお話ししたようにガイスターたちを入れて持ち運びができるように持ち手がついていて、ぐるっと一周取り付けたファスナーは全開にすればボードゲームとして、また閉じればガイスターを収納できる袋になっています。至って素朴な手作りボードゲームではありますが、ニコタンは喜んでくれるでしょうか。続きをご覧ください。青を取ったらなんだっけ、緑、なんか葉っぱを取ったら、青取ったらいいな、これいいんだ、違うよ、葉っぱだよ、
葉っぱを取っちゃいけないんだよ。あ、知らなかった。それ勘違いしてたよ。あ、さっきの青が赤、緑かと思ってた。超紛らわしいよ。言い訳になる。じゃあ赤がいいってこと。だってさ、この方が子供にはいいんじゃない。え、だって葉っぱはまあどうでもいいじゃない。ハートはなんか嬉しいから言ってくれないからちょっと間違えたよ。ズズズズ。あ、なるほど。じゃあ次に5段ね。じゃあ赤を取ればいいってことなのか。じゃあ赤が抜ければいいってことなんですか。じゃあ次に5段ね。じゃあ守る、これ守るのはダメなやつ。あ、え、最後どうやって買ったのかな。ゆかんが葉っぱ取っちゃった。あ、ゆかん葉っぱ取っちゃったの、うん、かわいそう。でもかわいいから許してあげる。ということで今回のパッチワークでボードゲーム作りいかがだったでしょうか。あの作り方としてはね、まあ、ミシンでやったので、まあ、結構今回はそんなに長くはかからず、あの自分でもね楽しみながら作れたんですよね。で、あの作ってみたらもうニコタンも結構楽しくて、あの何度も遊んでくれてるんですよ。そしてですね、今回のボードゲームはニコタンね、あのボードゲームとしても楽しんでくれてるし、お人形遊びとしても楽しんでくれてるんですよ。なので余計にね作ってよかったなと思います。で、あの今回のボードゲームはあの1対1でやって、でしかもね時間的には10分か15分くらいで終わるような簡単なボードゲームなんですよ。だけどあの3つの勝ち方があってね、どれで勝っても大丈夫なので、あの本当にね奥が深いっていうか、あの結構ね1対1でやってて、なんかこう負けた時はすごい悔しいってなるんですよ。で勝った時はもうやったってなるんですよ。だからあのもしねこの今回のガイスターに興味を持たれた方はこんな感じであの手作りしてみてもいいし、あのもしくはガイスターをねボードゲームで買ってみられてもいいのではないかなと思います。ということで今回の動画を見てなんとなく面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。